皆さんこんにちは、車雑誌ライターの森啓太と申します。今日はこれからご覧のレンジローバースポーツオートバイオグラフィーで富士スピードウェイのショートコース走ってみたいと思います。車重 2.6 トン級のプレミアム 4x4 がこういったコースでどのように走ってくれるか、ぜひご覧ください。お願いします。はい、コースインいたしました。ああ楽ですねこれね。早いですねこのエンジンは。大して回転上げてないんですけど。いくらレンジローバースポーツっていう名前がついているとはいえ、スポーツというのはまあそれなりのスポーツなんだろうと思ってこうやって走ってみますとですね、サーキットが楽しいですねこの車。結構熱中しちゃいます。本当にスポーツですね。こうやって走ってみて分かるのは、自分がこう自分の運転に対して正直にやったことに応えてくれる。間違ったことをするとまあ間違ったことは出るんですけど、それに対しても相当なところまで車側が一応こらえてはくれる。だからこうやってサーキットで遊ぶこともできてしまう 2.6 トンのプレミアム SUV というものがあるんだっていうことですね。すごいですね、技術の進歩というのもそれも含めます。正直こんなにすごい車だとは思ってなかったんですけど、ここに来てこういうところを走るまではですから驚いてるんですけど、一つはまずこの新しい5リッターの直噴エンジンにスーパーチャージャーがついて、これは本当に力がありますね。重たいから大したことないだろうと思ってちょっと乱暴にとか強引に踏んでみると、タイヤを滑らすぐらいは簡単にできるようなパワーだけで、そのぐらい速い力のあるエンジンで、それに加えて足回りというんでしょうか、タイヤサスペンションもちゃんとそのエンジンのパワーを受け止めて応え切るだけのものになってました。例えばそこのスケイみたいなやつ上抜けてこうヘアピン状のカーブを曲がりながらこう上がっていって左カーブ、ここの動きなんかは本当に見事なものでした。ちょっと高く当てながらアクセル踏みながら、でも曲がる動きは余韻が消さないまま綺麗にこう次のコーナーのエペックスに向かってこう入っていけるっていう動きは、まさか 2.6 トンの SUV がこんな見事な動きをするとは思ってませんでしたので本当に驚きました。結構すごいですね。レンジローバースポーツを買ってサーキットに行く人はほとんどいないと思いますけど、できたら1周ぐらいはやってみると、この車がなんで普段走っててこんなに楽しいのか、気持ちいいのか、安心できるのかというのが裏付けが、ね、得られるんじゃないでしょうか。